とにかくがめちゃくちゃ怖かった。私も一緒です。2号誕生の経緯などを知ると感慨深いですよ。感慨深いですよね。また帰ってくるわけですよ、ヒーローを求めて、イクティビご覧の皆様いらっしゃいませ、伊藤一郎です。ザ仮面ライダー展お邪魔して、で動画出したんですけども、50周年、すごいな。ザ仮面ライダー展、藤岡さんですね。あなたと共に生きた仮面ライダーは誰ですか？このライダー見てたよねっていう、共に生きたライダーをね、よかったらぜひコメントで教えてほしいです。本当に皆さんとね、共に生きた仮面ライダー誰ですかということで、皆さん本当にたくさんコメントをいただいたんで、ちょっと読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。自分も8日に観覧しました。小さい子供まで会場で昔の怪人の名前を連呼してたので、改めて仮面ライダーはみんなのヒーローなんだなと再認識しました。いや、小さいお子さんも今ほら、いろんなアーカイブとかで、その自分が生まれる前のその番組とか見る時代じゃないですか。今だ結構知ってるんですよね。シュウさん、オーズは何回も見返しました。アンクの髪型を真似てました。アンクって結構手がかかる髪の毛してましたよね。ちょっとビジュアル系っていうか、ちょうど私が幼稚園児、仮面ライダー、クーガン、今も仮面ライダーギーツ見続けてます。おお、すごい。ユーマさん、本格的に見出したのは牙からだね。いいっすね。シオリンさん、第1話怪奇雲男をリアルで見たのは未就学児だったとです。はいはいはい。とにかく雲男がめちゃくちゃ怖かった。次回から見るのをやめようかと思いました。私も一緒です。怪人っていうんですかね、すごい怖く作られてましたよね。幼稚園の時に仮面ライダーが始まって大好きで、1日40円のお小遣いを握りしめて近くのお菓子屋さんにライダースナックを買いに行ったのを思い出します。昭和あるあるですね。自分の一番好きだったのがやっぱり1号2号 V3 ですね。藤岡さんと佐々木さんと宮内さんのお三方の共演を強く熱望いたします。ねえ、なんかそういうミラクルが起きるといいですね。世代が一君と同じなので初代からですね。子供たちとともに平成仮面ライダー、特に龍騎や電王、そして最近では我が宮城県に、東北の方なんですね、ゆかりのある俳優さんが出演なさってるセイバーやリバイスが思い入れありますね。基本的には全部好きなんですけど、そうか、宮城出身のキャストの方は結構いらっしゃるってことですね。私は小さい頃に再放送で1号とかをお父さんと見ていてすごく好きです。お父さんが見ててね、好きになってしまうパターンっていう感じか。1号、2号、V3、ライダーマン、X、アマゾン、ストロンガー、スカイライダー、スーパーマンっていう歌詞の水木一郎さんの歌が好きです。水木兄貴のね、あの歌、これからも永久に残っていきますよ。V3 が好きでしたね。 V3 ってなんか本当に出てくるとなんか艶やかな、なんか存在感がありますよね、強くてね。仮面ライダー展を特集していただきありがとうございます。やはり私にとって共に生きたライダーは仮面ライダー、仮面ライダー V3、仮面ライダー X、 仮面ライダーアマゾン、仮面ライダーストロンガーまではテレビの前に正座して、正座して正座ですよ、もう、かじりついてね。仮面ライダーから仮面ライダーストロンガーまででしたら、いまだに怪人名がパッと浮かび答えられるレベルまで記憶にがっつり残っております。すごい、怪人の名前ってやっぱ僕はパッと出てこなかったりするんですけど、多分ライダーマン、一君と同世代、平成ライダー龍騎だかの特番が夜やってたのをたまたま見て面白いと興味を持って最初から見ました。気に入りはアギト、
ファイズです。ライダーマンもね、なんか切ないっすね。めぐみさん、自分は大人になってから仮面ライダーにハマりました。好きな仮面ライダーは仮面ライダー牙のヒクサセーブモードとダーク牙、仮面ライダービルドのグリスです。マニアックですね。2号ライダーっていうことがいいですね。ストロンガー、当時チャージアップにはお目目が三角になった思い出が、モードチェンジの原点ですね。あ、言われてみるとそうなのかな。同じライダーなんですけど、強くなるためにこうなんか変形したりするんですけど、若干言われてみればそうなのかな、はい、私は20歳ですよ。一緒に生きたライダー仮面ライダーディケイドです。ディケイドすごい作品でしたね。今大人になって見返してもね。僕の最初の仮面ライダーがクーガです。クーガー外せません、うん、学生時代いじめを受けてた時に周りと馴染めなくてどうにかして馴染もうとして頑張っていた時期に仮面ライダーダブルを見て、ああ完璧な人間などいない、互いに支え合って生きていくのが人生というゲームという言葉に無理して馴染もうとしなくていいんだと救われました。おいいですね。クーガはね、本当今見ても面白いですから、もし見てない方いたらおすすめしたいですね。物心ついた時から仮面ライダーにハマっておりました。2000年からスタートしたクーガはもちろん、現在放送中のギーツも見ております。クーガ放送当時に撮影したであろうホームビデオでは、テレビくんの付録で作ってもらったクーガのお面やベルトを装着している幼き日の自分がいました。あるあるですね。テレビくんとか付録ついてるんですよね。あれ多分今もずっとついてると思うんですけど、すっごい熱量で書いてくれてますね。ありがとうございます、これからも楽しんでほしいですね。はじめまして、自分は昭和56年生まれで、物心ついた時に見た仮面ライダー南光太郎の仮面ライダーブラック、一番一緒に残ってます。その次は RX で、平成になってからアギトとリュウキが好きです。あれかっこいいですね。このこう変身する前にこう溜めてね、うん、いくやつね。共に生きた仮面ライダークーガーからです、はい、しかし兄貴の影響で昭和ライダーも好きです。兄貴パターンですね。子供の頃から仮面ライダーが大好きで全員好きだけど、今は仮面ライダーブラックさんのデザインが一番お気に入りです。あ、新しいムービーのやつですよ。ムービーっていうかアマゾンでやってるやつか。あれ僕もまだ途中までしか見てないんですけど、デザインは際を攻めてますよね。リアタイはギリギリブラックや J や ZO です。その後は平成のクーガまでメタルヒーローシリーズ見てました。あ、小学校3、4年になるともう学校終わったら外で友達と遊ぶみたいなパターンが多かったと思うんで、それでなかなかテレビの前にいる時間がどんどん少なくなったんじゃないかと思いますね、でまた帰ってくるわけですよヒーローを求めて、私は仮面ライダー空間から始まり、電王ダブルが特に好きです。大好きです。なので今回の動画でそれぞれ見せていただけて嬉しかったです。ぜひね、会場で見ていただくともう全然違うと思うんで、仮面ライダーをはじめ特撮ヒーローは世代を超えて熱くなれる存在だと思うので、これからも追っかけていきたいと思ってます。はい、やっぱね、僕がねはいいなと思ったのは、そのいっくんチャンネルにもゲストで来てくださった仮面ライダーゼロのスヌーの、あの中村祐一さん、過去にね、仮面ライダー役をやって、でやっぱりコロナ禍で自制生活してるお子さんに向けて、そう自らやっぱ励ましの動画とか出してた時に、祐一くんが言ったらやっぱ刺さるよねって思いましたねヒーローを演じられるってすごいいいことなんだなと単純に思いましたよね。はい、くんこんにちは。はじめまして。私は4人兄弟、女子は私だけで、1号からずっと見てました。ずっと見てるってすごいですね。私はストロンガーまでは見てました上が兄ばかりでしたが、私も兄弟と一緒に
興奮して戦ったり、マジっすか、いい時代ですよね。はい、ちなみに私は一君と同じ67年生まれです。あ、そうですか。平成までは息子と見てました、うん、息子は初期の仮面ライダーも好きです。やっぱその世代を超えたちっちゃい子が初期の仮面ライダーを見てやっぱ好きになるっていうことは、やっぱ魅力が変わってないってことですよね。僕の世代は兜や電王だったんですけど、ずっと見てきた中で一番印象が強いのはビルドです。人間関係で悩んでた学生の頃救われ、登場人物に感情移入しながら毎週楽しみに見てました。今でも僕にとって憧れの仮面ライダーです。なんかこれもあるあるなんですけど、この姿形はこれが好きなんだけどストーリーは違うのが好きとかね、皆さん結構ありますよね。はい、小田達さん、やっぱり兜ですかね。生まれた年はファイズの年でしたが、兜のビジュアルといい俳優といいかっこよくすぎます。かっこいいですよね。確かに。いや、やっぱね、天童掃除は水島ひろさん以外浮かばないですもんね、僕もね。自分はオーズですかね。小学生の時に久しぶりにベルトを買ってもらったのがオーズで、見てみたらドハマりで、オーズはいくつになっても一生好きです。あのメダル、コアメダルがね、流行りましたね。こうお父さんお母さんとか、なんかまあおじいちゃんおばあちゃんとかになんかベルトとか買ってもらってたんだ、みんなね。あ、この方仮面ライダーだろうです。大きくなるにつれ特撮を見なくなってたのですが、中学生になった時に弟が見ていたダブルを偶然見て、あまりにかっこよくて夢中で見ていました。いや、やっぱね、桐山さんとね、須田さんでってたら見ちゃいますよね。今回の仮面ライダー展は札幌で見ました。共に生きたライダーはやっぱり栄光の七人ライダーです。あー、最初のね、幼少の頃はストロンガーのテルザー軍団との戦いで歴代ライダーが続々帰国する展開に盛り上がってました。あ、外国にから戻ってきてこう戦って倒すみたいな設定でしたっけ、確かね。やっぱりね、こうやってシリーズで何十年も続いてると他のもやっぱ掘り下げてみたりしますよね。一君、ダブル好きですよね。私の世代はもっぱら電王と牙でした。亮太郎とガンフォームがかっこよくて、牙は後に河村隆一さんが歌ってたと知ってびっくりしました。あー、牙の、3人組のこうユニットを作って、1961年生まれなので全てリアルタイム世代ですが、先輩お疲れ様です。やっぱ一番印象的だったのが変身ポーズの始祖、元祖っていうことですね、2号ライダー。還暦を超えてしまいましたが、未だに 1000cc のバイクに乗ってるのは仮面ライダーの影響が大きかったです。あー、バイク歴45年になりました。おー、すごい。やっぱ時代とともに、まあバイク乗んなかったりタイヤが細いタイプのあの単車とか乗ってるライダーもいますけど、ライダーっていうことでやっぱり、いや、ちょっとね、バイク歴45年ということなんですけど、やっぱ私生活や安全運転をね事故のないように、これからも言っていていただきたいと思いますね。なんかやっぱりみんなライダー好きということで、すごいある種愛を感じますね。50年という歴史があるので、本当にいろんな世代、そしていろんな作品、思い入れがそれぞれ皆さんあるのはすごい伝わりました。仮面ライダー展本当素晴らしかったんで、お近くの会場でやってましたら、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。それで、僕が会場に行った時買ってきたグッズのね、ご紹介も違う動画でやりたいと思いますので、そちらの方も一つよろしくお願いします。今回はコメント全部ではないですけどたくさん返してみました。お付き合いありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。